広島東洋カープ対広島東洋カープのゲームを、解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、1番バッターというのはどのような気持ちで打席に入るんですか？そうですね、後ろのバッターにですね、勇気を与えるような、そんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。落ちる球を持ってきました。入れてきました。ワンボールツーストライクと追い込みました。インコースボール、低めの球、これは外れます。スリーボールツーストライクです。引っ張った、ライトへ打球伸びる。バッターは2番に入っている鈴木。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。スピードボールを持っています。インコースを落としました。三振になります。バッターは3番坂本。ツーアウトランナーありません。インサイド、詰まりながらも左中間へ。最後はレフトフライ、掴んでスリーアウトです。さあ、これからカープが守備につきます。そして柳田が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インサイド打ち上げました。センターへ打球伸びる。バッターは2番に入っている岡本。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球空振りです。2球目打ちました。取ってツーアウトです。打順は3番高橋。ツーアウトになっています。この回のカープ打線ですが、インサイド落ちました。取った、一塁アウト、スリーアウトです。2回表に入ります。カープの攻撃、バッターボックスには指名打者の柳田。カープ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。落ちる球できました。打ちました。ボールを拾ってアウト、ワンアウトです。バッターボックスは5番菊池。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。引っ張った、サード弾く、それを拾ってワンアウト、ランナー1塁となりました。バッターボックスは6番村上。ヒットでランナーを1塁に置いています。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。走りませんね。もう一球牽制球、タッチもセーフ。変化球で空振りを取ります。ツーアウトになる。呼吸は何から入ってくるか。ふわふわっと上がった、ファーストフライ掴んでスリーアウト。2回の裏になります。さあ、カープ、この回は4番から始まります。バッターは坂本。カープ得点の外のボール打った、このフライはどうだ、落ちるか、抑えてワンアウト。バッターボックス村上。大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、センターフライ、抑えてアウト。バッターは DH 宮崎。ツーアウトになっています。この回のカープ打線ですが、八田さん、初球打ち、セカンド、バット悪送球、記録はセカンドのエラー。バッターは7番に入っている青木。エラーでランナーを出しています。1・2塁間破っていった、ライト前ヒット、
さあチャンスを広げていきます。さあそして打席には菊池が入っています。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ左中間へ持っていった。この打球は落ちるか、どうだ、ホームイン、決めた菊池、サヨナラ。